聖杯ある万端という6回戦を行います。赤コーナー118ポイントの大砲所属剣軍トーレス。青コーナー117ポイント2分の1大国高専高難レックジム。ジャッジ宮崎久俊、同じく新井久夫、同じく北村信之、レフェリー原田武雄。1ラウンド1分31秒 TKO により勝者剣軍トーレス。勝ちました剣軍トーレス選手に対しまして RSC 様より勝利者賞が贈られます。まずはお帰りなさい。ただいま、ありがとうございます。9年ぶりのリング、いかがですか？最後です。切れ味は全く衰えていませんね。見せかけです。ブランクがあったとはいえ、先ほどプロフィールを拝見してますと、まだ28歳。今後の目標をお願いします。正解だと思いました。今日の試合は少し物足りないですか？まずは日本タイトルということでよろしいでしょうか？そうですね、まあ、頑張って年内に、年内、まあ、1年、この4月から1年以内に、まあ、日本タイトルクリアして、
世界チャンピオン。最後にもう一度ファンの皆様に一言お願いします。まあ、これまでに、たくさんの迷惑をおかけしましたが、新規一転、今回は国心人生を、真面目に一生懸命頑張りますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。見事手に入るように、ノックアウト勝利を復帰戦に飾りました天狗党列選手にお話を伺いました。